くらんだ。はい、わからんだ。ワールドジェネレーション。どうもわからんていうようになるです。いや、久しぶりってことでね。最近実は、サブチャンネルだと思うんですけど、今日本当ね、あの曜日のね、サイクランチをおっしゃってるんですけども、今回はちょっとね、メインチャンネルの動画ってことで、東京の方にね、ある、盆栽美術館ってことで、なんか盆栽の体験をしたってことでね、盆栽を作ってきました。ってことで、今回作った盆栽をもらってきたので、紹介したいと思います。これ名前はなんていう子なんですか。ちょっと名前まだ決めてないんで、多分下の方にテロップで出ると思うんですけど、ちょっとまあ女性的な曲線があるんで、まあ、女の子の名前出しようと思ってます。でまあね、講座料が5000円で、講座受けるとそうね、こう松が、ま、なんていうんっけこれ、体験ができて、そう針金をね、こう松につけて強制させて形成させていくっていうことらしいです。はい。でこれは1年ぐらいしたら取るんですね。はい。水は1日1回やるだけで大丈夫です。雨の日は休みですね。あ、はい、そうです。大体ね、結構なんか水あげるのが重要ってことで、あの修行にね、修行している人も3年間は水だけとかっていう豆知識もいただいたりしたんで、どうやら水が難しい。大事な。見るだけで水のがうまく上げられてるかとか続けるらしいですね。1年経って枯れなければまあ頑張ったと思って、まあ、枯らさないようにね、3人で頑張っていきたいと思います。スペシャリストっていうのは、あの綺麗な盆栽を、まあ、30年後ぐらい作れたらいいっていう感じですね。で、ポチモさんが言ってました。枯らしちゃダメやで。とりあえず本当にね、あのこうやって針金で固定してね、さすがに愛着も湧いちゃったんで、しかも8000円もかかっちゃってるけど、追加で3000円聞いてないか、まあ、でもこれね、持ち帰るってすごい紙袋から頭出ちゃって持ち帰るって、なんかすごい新幹線とか電車とか目立っちゃうんですけど、これから岐阜に帰るんですけど、僕はなんとか収まってます。僕もなんとか収まってます。これは恥ずかしい。こんな感じですね。まあってことで、次多分ポチモさんの盆栽の説明になります。はい、お願いします。コランダーチェンジ。はい、はい、ということで、永田からコランダーチェンジをもらった私が次は、盆栽の説明というか紹介をしていきたいと思います。まず私たちの行ったその東京の方にある春花園盆栽美術館ってとこ、結構なんか総理大臣の賞とか何回か受賞してて、盆栽界隈では結構日本一レベルですごいとこやと思うんですよ。なんでかっていうと、女優のキャメロン・ディアスとか、俳優のレオナルド・デカプリオとか来てる写真があって、そのレオナルド・デカプリオのことをもう、その親方がプリちゃん、プリちゃんずっと言ってて、すっごいなんか仲良さそうな感じだったんですよね。あと、天皇はまだコロナで来れてないっていう、あの、パワーワードも言ってて、まあ、そんなところで、まあ、体験できたのはすごいあのいい経験ですね。体験自体は、なんか中国人の、中国から留学で来てる見習いの方に教えてもらったんですけど、もう僕らよりも全然年下の21歳の方に教えてもらったんですけど、21歳、いやもう本当にすごい良くしてもらって、事務所にも連れて行ってもらって、お茶も出してもらって、コーヒーも出してもらって、お菓子も出してもらって、もう何時間も旅行行った先で何時間もその親方と喋って、もう僕ら岐阜の、あの弟子なんじゃないかっていう、弟子のように接してもらって、まあ、すごい良くしてもらいました。であとこのこれもサインももらったし、なんて読むかわからないですけど。まあ、てことで、僕の盆栽、これです。まあ、名前は、横松雨竜。まあ、見た感じつけました。あと、石ももらったんですけど、このサインもらった本、石の展覧会もなんかやってて、石もやっぱ芸術ということで、鳥取県からわざわざもう
持ってきたっていうふうにして、で、まあ、僕がもらったのはこのグレン・ガンテツとテゲツナ・モタゲと湯畑しずく、この3席と、あとこの木橋その丸もそうなんですけど、のもう3席18でやっていきたいと思います。まあ、こんぐらいで多分モドリゲスの勧めクソみたいに長いんで、この辺で、じゃあはい、もうコランダーチェンジ、はい、もうコランダーオールドジェネレーション、どうもコランダー TV のモドリゲスです。ということでポチモさんに代わりまして盆栽の説明をしていきます。僕もポチモさんと永田さんと一緒に盆栽美術館に行って盆栽をもらってきました。名前は松森ルシアンです。五葉松の松森ルシアンくん、ルシアンっていう、まあ、名前の由来なんですけど、まあ、ポケットモンスターっていうゲームに四天王の五葉っていうキャラクターがいるんですけど、その五葉松って松からその五葉から連想して、五葉の英語の名前がルシアンなのでルシアンっていう名前にしました。とちなみに五葉松って言われてるゆえんは、この歯の一枚が見えますかね、歯の一枚が一箇所に5枚ついてるので五葉松っていう名前らしいです、曰く、師匠曰く。で、あと盆栽には初めて知ったんですけど、表と裏があるらしくて、このルシアンの表だとこの角度になるんですけど、この曲線、松の曲線が全て見えるラインが表らしいです。はい、ということでルシアンの説明でした。